現在山中湖から河口湖方面へ向かいまして、まあ、まだねキャンプ場を決めてないんですけど、いつものようにですね雨が降るということなので、まあもしかしたらコテージに泊まるかもしれないですね。八ヶ岳の方に車を走らせて、そこら辺の道の駅で一回仮眠取ってから、明日泊まるキャンプ場を決めたいと思ってます。いや、それにしてもですね、山中湖近辺鹿がね本当に多い、危ない、気をつけてくださいね。山中湖近辺をね走る方々は本当に飛び出してきますんで、ではまず八ヶ岳ですねの方に、山梨県の北北杜市の方へ向かいます。はい、道の駅白州さんですかね、これは、以前行ったベルガーオジラさんの目的地は左側です。入り口の近くですね。入り口でもないのか、ちょっとね初めてここ来るんで、夜はね初めて来るんで、どこに車止められるのかっていうのは分かんないですけど、適当に止めまーす。はい、車を止めました。トイレ行って少しですね散策して車の中に戻ります。星がねすごく綺麗なんですよ。見えないよね、見えない、やっぱり見えてない、見えてないね。もう匂いも自然の匂いがすごいいいとこだ。はい、戻ってきました。まだ12時前後で眠れるかわかんないんですけどね。ここがまた大事なところです。いつも眠れないので、ここでね睡眠を 2,3 時間取れるだけでも全然違うんで、ゆっくりしたいと思います。ではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時でございます。やはり眠れませんでしたね。ただ天気がいいので私は元気です。見てください、この空気持ちいい。これ少し肌寒いぐらいですね。今の気温多分これね20前半かもしれない。いや、気持ちいい道の駅ですね。まだ朝7時なんですけどね、水汲み場があるらしく、朝早くからもうたくさんの方が訪れて水を汲んでっていますね。左手に見えてますでしょうか、また続々と増えてってますね。こんな感じで、私もちょっとじゃあその水を使ってウォッシャー駅の補充をしましょう。ウォッシャー駅の代わりに水を補充しましょう。改めましておはようございます。気持ちいいですね、本当に天気が、まだね朝7時半ぐらいなんですけれども、これからですね、諏訪神社、諏訪大社かと空飛ぶ泥舟だっけなという長野県、ここからまあ30キロだ、だから1時間以内ぐらいにあるところにまず行ってから、キャンプ場に向かおうかなと思います。で、空飛ぶ泥舟と諏訪大社の様子はですね、また別の動画で後日アップすると思いますので、この後はその空飛ぶ泥舟と諏訪神社、諏訪大社に行った後から始まると思います。ではそこまで時飛ばしちゃいます。さようなら。飛ぶ泥船と諏訪大社行ってきました。すごく良かったです。行って良かった。そちらの動画をですね後日アップされますので、概要欄の方からご確認ください。でですね、まだね午前10時くらいで時間もあるんですけど、本当は
ここで本当はねサントリーの白州の蒸留所工場に行ってウイスキー買いたかったんですけどね、もしくはシャトレーゼ行きたかったんですけど、コロナの影響でやってないんですよ。どうしようかなと思って、とりあえずだからもう買い物行ってどっか暇つぶししながら、一時チェックインなんで、早めにチェックインして仮眠でも取ろうかなと思ってます。とりあえず買い物を向かいますかね。でかいセリアがあったんでとりあえず寄ってみます。先ほどのセリアは、すぐに出てしまいまして、ガソリン入れる必要ないけどあえてこの長野県のガソリンスタンドでガソリンを入れるという行為、たまらんですね。はい、ビッグ来ました。前もこのビッグ来ましたね。隣にこの黒金屋があるとこ覚えてますよ。では買い出し行ってきます。はい、買い物終わりました。いやー、あのビッグさん前回もね同じこと思ったかもしれないけど品揃えがやばい、失敗した、違う店行くべきだった。まあ売ってる中でね、ある程度揃えましたけどね、一応鍋と焼肉をしようかなと思います。で、今回ですね、行くキャンプ場がですね、まあ新しいとこをトライしてもよかったんですけど、ハイシーズンが始まってしまう前に、ピカ八ヶ岳明野さんにですねもう一度泊まりたくて、エアコンもありますしね、トイレもありますし、行こうかなと思ってます。一時チェックインなんで、このまんま八ヶ岳明野さん神施設ですね、コテージ泊まりに行きます。およそ 300m 先左方向です。ローソンでそば買いました。もうね寝不足もありましてね、そばじゃないと受け付けないですね。いただきます。はい、ごちそうさまでした。今からですねキャンプ場を向かいます。ちょうどこれでチェックイン時間ですね。とりあえずお腹も満たせたんでね、よかった。じゃあ行っちゃいまーす。この感じですよ、この感じ。どん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 上に登ってくんですよ。で前回ね、前回は確か天気悪かったんですよね、雨も降ってしまった気がするんですけど、今回は晴れなので楽しみ。着いた、久しぶりですね。着いてたらいいな、予約取れてんのかな、怖いな。じゃあちょっと行ってくるか、受付ね。失敗した、480円でいい薪売ってた。いやー、ここほんと好きですわ。スタッフさんも親切でね、接客の態度も素晴らしいし、バーベキューソースいただいちゃいましたよ。5袋も買わなきゃよかった。そして前回も撮ったこちらの風景ですね、綺麗ですね。見えないかあんまり。はい、こちらが今回のコテージでございます。前回の位置の方が良かったかな、良かったな。結構斜めの場所なんで焚き火がしづらいかな。
まあ、ただこちらがね、1人なんと3400円でございます。1人3400円ですよ。シャワー、トイレ付き、まあ、ただオフシーズンにね限りますけどね。では荷物入れちゃいます。はい、では簡単にですね、今回泊まるコテージのお部屋紹介します。これがバーベキューソースいただいたんですよ。便利。テラスがあって、バーベキュー台があって、で、前ですね。こんな感じですね。で、部屋の中が、これもね、さっき見たんですけど、前回と変わんないですね。はい。よいしょ。虫入っちゃうか、虫。虫がすごい、本当に。このようになってますね。エアコンもついてるんですよ。最高。で、ハンモックね。ハンモックもありましたね。で、キッチンがここで、冷蔵庫もあって、前も電気がわかんなかったんだよな、どこにあったか。見えるかな？トイレ、ウォシュレット付き。で、シャワー。最高！あ、早くちょっと、準備して寝たい！もう眠い！はい、終了！早い！やっぱり早い！30分以内ぐらいで全部終わりましたね。これがいいとこなんですよね、コテージとかだとね。はい、やっと落ち着く時間ができました。それでもまだ2時、2時になってないか。あとはですね、少しゆっくりして、もうね、2時間ぐらい寝ようかなと思ってます。ビール飲んで、ここでまったりして、ちょっとシャワー浴びて寝ようかな。もうここは以前来てますんでね、キャンプ場の紹介というか、散策はしないですね。ここで一旦ですね、前半終わった方がいいですね。かなり長い動画になっちゃってますね。すいません。後編はですね、おそらく起きてから、またご飯作って、次の日までっていうような形になると思いますので、よかったら後半も概要欄の方からご覧いただいて、いけたら嬉しいです。そしてよかったらチャンネル登録と高評価も押していただけたら嬉しいです。ではご視聴いただきましてありがとうございました。後半でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね、もうちょい食べた顔にしようと思ったんですけど、行っちゃいますわ。プレモル、どうも、頑張れ。食べてみんな早く。